栗原市立若柳小学校では、市教委や校長ら立ち会いのもと、委託を受けた業者が出入り口にバリケードを据え置いていきました。バリケードは今月6日、若柳小学校でクラブ活動中の児童4人が敷地内に侵入してきた軽トラックにはねられた殺人未遂事件を受け、栗原市が緊急措置として設けました。まずは車両が校地内に入ることがないようにというふうなことで、今回のような措置を講じることとなりました。今日は校内に車両が出入りできる通用口など7箇所に幅3メートル、高さ80センチのバリケードが設置されました。栗原市では今後、市内すべての幼稚園と小中学校合わせて27校の出入り口に同様のバリケードを設けることにしています。